あんた変わってるわね。え、なになになんで？そのパンよ、パン。パンとあんこに分けてんの？そんな食べ方する人初めて見たわ。あ、しまった。つい癖で。妙な癖ね。別にいいけど。私はあんパンを食べるとき、ついあんことパンに分けてしまいます。周りの人が見たらおかしいかもしれないけれど、これは私にとって大切なことの一つなのです。祖母は小さい頃から私のことをとても可愛がってくれました。なるほどな。兄ちゃんがおもちゃをな。それは悲しかったね。母に叱られた時、兄と喧嘩した時、いつも泣いている私を見つけて抱きしめてくれました。そうだ、ミカちゃん、こっち、こっちへおいで。ほら、これ。わあ、アンパン。内緒で半分こして食べよう。うん。はい、おばあちゃんこっち。ありがとう。私の大好きな方をくれたのね。私はこっちの方が好きなの。そうなんだ。じゃあちょうどいいね。おいしいね。うん。本当に。私が落ち込んでいると、祖母は必ずアンパンをくれました。そして、必ず半分こして食べました。祖母があんこ、私はその周りのパンでした。時は流れ、私が就職して一年、少しずつ祖母の物忘れが目立つようになりました。おばあちゃん、卵買ってきたよ。卵？私、頼んだかしら。頼んだよ。ほんとついさっきだよ。って、何この匂い。ん？ああ、いけない、いけない。珍しいね、おばあちゃんがこんな失敗。ほんと、もう嫌になっちゃう。おばあちゃんは料理上手で慎重で、私が覚えている限り、その時まで失敗らしい失敗をしたことはありませんでした。おばあちゃん、またこいてる。おばあちゃん、鍋。おばあちゃん。そんな祖母がある日から急に鍋を焦がすようになったのです。翌日も、その翌日も。何かがおかしいと感じました。そして祖母の一言で、私の不安は確信に変わりました。ユミコさん、今日のご飯は遅いわね。ご飯は今みんなで食べたばかりです。祖母もおいしいおいしいとたくさん食べていました。それを全く覚えていない様子で、認知症という言葉が私の頭に浮かびました。お母さん、ご飯ならさっき食べましたよ。私は食べてませんよ。本当ですよ、さっき一緒に食べたんですよ。年寄りだからってバカにして。早くご飯を出して。おばあちゃん、ほら、これこれあるから一緒食べよう。ご飯がないと怒り始めた祖母のところに、私はアンパンを持って行きました。すると、あら、ミカちゃん、アンパン、今日もいつもの半分こして食べようか。その瞬間、いつもの優しくしっかりした祖母に戻ったような気がしました。ミカちゃんは周りのパンが大好きだものね。私はまたあんこもらおうかしら。祖母はしばしば物忘れをするようになりましたけれど、私たちのあんパンの食べ方だけはずっと覚えていてくれたのです。祖母はだんだんと外出をしなくなりました。あれほど上手だった料理もほとんどしなくなりました。ことあるごとに怒っていました。以前の祖母とはまるで別人のようでした。それでも私は暇さえあれば祖母に会うようにしていましたが、結婚をきっかけになかなか会う時間も作れなくなってしまいました。
おばあちゃん。それは久しぶりに祖母に会いに行った日のことです。ミカちゃん、来てくれるって聞いてずっと待ってたのよ。さ、上がって上がって。ほらこれ、一つ食べたら美味しかったからね、ミカちゃん来た時に一緒に食べようと思って。私と？嬉しい、美味しそう。祖母は私を喜ばせようと大好きな和菓子を食べずに取っておいてくれたらしいのです。それだけではありません。部屋もピカピカに掃除して、久しぶりに腕を振るって料理も作ってくれました。はっ。私はその時にようやく気づいたのです。ついできなくなったことばかりに目がいっていました。けれど祖母にはまだこんなにできることが残されているではありませんか。何より祖母の優しさは昔とちっとも変わっていません。祖母はいつも私たち家族のことを心配してくれていたのです。本当に最後までいつも私たち家族のことを心配してくれていました。おばあちゃん、おはよう。今日も一日見守っていてね。いえ、今この瞬間だって気にかけてくれているに違いありません。ミカ、お疲れ様。先食べてるよ。あ、またその食べ方してる。ふふ、これでいいの。おばあちゃん、おばあちゃんが天国へ行って4年も経つけど、未だに私はあんことパンに分けてしまうよ。友達も変な癖だねって。でもね、私はこれでいいって思ってるんだ。ずっとこの食べ方をしてもいいよね、おばあちゃん。